この前の東道寺とのバトルでお前が FC を引っ張り出してきた時は驚いたよ。車を持ってきたことには大して意味はない。重要なのは自分でステアリングを握ってコースを知ることだ。どこかで見た顔だと思った。やっぱりお前か。誰ですか。お前の知り合いか。この間話したアカンが俺とバトルしたやつ。こいつか。ちょうどいい。少し付き合ってもらおう。自分で走り込んで作り上げるコースコール。お前が相手でも通用するのか試してみたい。受けてもらうか。られる相手に出会えたことが嬉しいぜ。すごいね。天才的なひらめきを感じるぜ。やるな。以上だ。高速コーナーならつけいる隙はある。あえて答えてしまう。追い上げてくるとは大したもんだ。俺もシミュレーションを超えた動きだ。残されたチャンスは少ないが、お飲みするぜ。この時は、大幅な話が非常に重要になるぞ。我慢嫌い。我慢しきれなくなった方が負ける。ここまで引っ張ることになるとは予定外だった。フロントタイヤの食いつきが急に悪くなった。そんなにすごい相手だっていうのか。ああ、
特筆して言うべきはあの走行ライン。まだ俺の知らないポイントがある。お前のラインを吸収することで俺の攻撃効力はより精度が増すだろう。次に会う時までに見直しておく。